こ皆さん、こんにちは。えみこです。今日はいろいろな種類の寝るの表現をご紹介したいと思います。寝るという意味の動詞はドルミール。まずは直接方現在形の活用をチェックしておきましょう。ジョ・ドゥエルモ、トゥ・ドゥエルメス、エル・ドゥエルメ。ノソトロス・ドルミーモス、エジョス・ドゥエルメ u ジョ・ドゥエルモ・ビエン・シエンプレ 私は毎日しっかり寝ます。ジョドエルもビエンシエンプレ。ポルケドエルもエントレコルタド。ポルケドエルもエントレコルタド。ケレパ e アトゥクエルポカワンドドエルメ a メノステ u チョーラス。ケレパサア d ゥクエル r カワドなどのように、眠る、睡眠をとるという一般的な意味で使います。では、再起動名詞ドルミールセは、 どういう意味でしょうメドエルもクアンドエストゥディオ。メドエルもクアンドレオのように無意識に眠りに落ちる。ついついうっかり寝てしまったという意味で使います。もしくは眠りにつくという意味でも使えます。メドエルもテンプラーノ。メドエルもアラスヌベテラノーチェ。最後にもう一つ、うとうとするという表現をご紹介します。 ケダールセドルミード。お、ケダールセドルミーダ。メケドドルミーダーエンエルトラバホ。というと、仕事中にうとうとする。こう座ったままで首がガクンガクンってなるようなイメージです。メケドドルミーダーセンターだ。メケドドルミーダーエンレウニオネス。私もよくやってしまいますが、皆さんはどうでしょうか 過去形で使うとロシエントメドルミアノチェイノプデレスポンデルトメンサヘとかも言えますよねぜひ使ってみてくださいね <music> muchas gracias por ver mi video chao